どうもこんにちは、こんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です、えー、本日もこのコーナーでは、えー、今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでどうぞそちらをお送りください、えー、本日朗読していくのは瀬野昭代作密室殺人です、えー、瀬野昭代はですね 1892年生まれ1962年没の探偵小説家そして翻訳家でもあった方ですね。こちらのチャンネルでも朗読しているあのリチャードオースティンフリーマンの予防殺人あれもこの瀬能和久が翻訳した作品です。今回のこの作品は翻訳ではなく瀬能和久作の推理小説です。 とても本格的な推理小説になっております江戸川アランポーとかコナンドイルとかの流れを組んで緻密にトリックを組み立てていったんじゃないかと言われている作品だそうですタイトルにあるようにですね密室殺人が起きます本格的なトリックどういうものなのかというのを考えながら聞いていただくのも楽しいかもしれませんそれでは改めまして 本日朗読していくのは瀬能明夫作『密室殺人』です。それでは本編をどうぞ。瀬能明夫『密室殺人』 「お米を食べなくなってから随分になる」今「今乾燥した魚の骨をかじって上えをしのいでいるが硬い骨をポリポリかみ砕いていると昔飼っていた犬のことを思い出す」「あの犬は今どんな家に住んでいるだろう幸福でいてくれ」「マグロの頭も」 やがて亡くなるだろうそうなったら私も織田仏だ今のところ15人のうち3人死んだだけであとはどうにかこうにか生きている皆心の内では今度は誰が倒れるだろうと思っているらしいが口へ出してそんなことを言う者は一人もいない 羅針盤が悪いので正確なことはわからないが今私たちの漁船は北緯21度東経165度の辺りを漂流しているらしい二、三日前からどこからともなく一つの物語が私の頭を訪れて船を追う一羽のアホ鳥のごとくいくら追い払っても逃げてくれないのだ死を待ちながら、 船の中に寝そべっているのも退屈だからこれからその物語を書き残すことにしようだんだん体が衰弱するとついには鉛筆を持つこともできなくなるだろうから書くなら今のうちである「昔々あるところに」ではよくわかる前からもっと詳しく書いておこう。 時は今から3年前、場所は東京の田園調布だと思っていただきたいそこの高台の雑木林の中に白ペンキを塗った商社な平屋があったのだ家のすぐ下には玉川が銀の蛇のようにうねってそこに3つの橋がかかっていたこの白ペンキ塗りの家は磯貝万次郎という ある貨物船の船長が近頃愛するようになった美佐子という女のために建ててやった家なのであるだからいつもは女主人の美佐子と女中静の2人暮らしでめったに訪れる客もなく玄関の白いドアは終始閉まったままで気味悪いほどひっそりしんとしているのだがひとたび 長い航海に疲れた船が横浜の埠頭について日に焼けた磯貝万次郎が帰ってくるとハバナの緑色のオウムロサンゼルスの美しいオレンジ珍しい指環座のお土産で家の中が急に陽気になるのだったところがこの平和な白ペンキを塗った家が突如として 不吉な黒い影に見舞われて10月15日夜の10時18分女主人の美佐子が誰かに刺されてベッドで死んだのである死体を発見したのはちょうど寄港中で家に帰って隣室に寝ていた磯貝と女中部屋から駆けつけた静であった。 ここまで書いてくると諸君は「あは,はああの事件か」とうなずくであろうがしまいまで読んでいくとこの事件の真相が全く新しい光に照らされていることに気づき同時に私がこの物語の真相を生述する目的もおのずから明らかになるに違いないのだ。 に死体検案を済ませた警視庁の連中は広々とした今に集まった警部は赤い傘のあるランプのそばで手帳を開くとその横の長い子に座る磯貝万次郎と女中静に目を注いだドレッシングガウンを着た磯貝は色の黒い鼻の大きい男で女中は 年の頃15歳ばかりの娘であったまず静から聞くがベルが鳴ったのは10時18分だったそうだがお前はその時どこにいたのだ女中部屋で寝ていましたベルで目が覚めたのか風呂場のお掃除をして寝床に入ったばかりのところにベルが鳴ったもんですから急いで起きたのです 誰が鳴らしたた。と思ったベルを押すボタンは玄関と2つの寝室にあるのですけれどそれが皆台所の1つのベルに続いているのですけれども音の具合でどこで鳴らしたのかすぐわかります玄関で押すベルは針金の距離が短いのでリリリッと強くなりますが寝室は遠方なので。 チン,チンと弱い音がするだけなんです寝室は2つあるがどちらの寝室で鳴らしたか分かったが旦那様はいつも2つお鳴らしになりますし奥様は1つお鳴らしになります今夜は1つだけでしたベルが鳴ったのが10時18分ということはどうして分かったのだ もうお休みになってからずいぶんになるのにどうして今頃お呼びになるんでしょうと不思議に思って目覚まし時計を見たのですそしたら十時十八分でした時計にくるいはないかよく合っていますわあとで私が調べてみようベルを聞いてお前はどうした女中は 警部の後ろのののしろととをさて、奥様はいつでもあの扉に鍵をかけてお休みになるのですけれどもベルを押してお呼びになるくらいですから鍵はかかっていないと思ったのですがやっぱりかかっていましたそれで扉をたたきながら「奥様奥様」と呼んだのですが返事がございません 帰ろうかと思ったのですが扉の向こうの顔洗い場で水が出しっぱなしになっている音がしますのでまた思い返して何度も続けて大きい声で呼んだのですそうしますとしばらくして旦那様が扉を開けてくださいましたベルが鳴る前に何か話し声か物音のようなものが聞こえただろう もそんなはずはない正直に言えもし物音がしましたら辺りが静かですから聞こえただろうと思いますわ警部は磯貝の方へ向いてあなたも聞きませんでしたか私は寝ていて何も知らなかったのです 会社の用事を済まして帰ったのが四時夕食を済まして私たちが寝室へ入ったのが八時お酒をやりましたので明かりを消すとすぐ前後不くに寝込みまして女中に起こされるまで何も知らなかったですふと目を覚ましてみますと女中がどんどん扉をたたきながら 大きな声で、奥様奥様と呼んでいます。あの磯貝は,とがいは廊下と今との間の扉を挿して内側から鍵をかけて休みます。そのののわり、ままももたしはけるのです。 目を覚ました私は明かりをつけてベッドを折りそれから廊下に出て扉を開けてやりましたすると女中が「今お呼びになったでしょう」と聞きますので「呼ぶものか寝ていたんだもの」と私が答えました「でもただいまベルが鳴りましたよ」 奥様がお呼びになったんでしょう水道の水が出しっぱなしになっていますわと言います私はまだはっきり目が覚めきらなかったんですけれどなるほど女中に言われて廊下の洗面所を見ると水道の水が出しっぱなしになっていますで私は 水道線を止めながら「美佐子は寝ているよ」と言ったのですがその間に女中は「奥様」と言いながら美佐子の寝室へ入るので私も一緒に入ってスイッチをひねって明かりをつけたんです明かりをつけて2人ともびっくりしました。 ミサコはベッドの中で喉をついて死んでいるんです体温だけはありましたがもう脈もなければ息も止まっていくら名を呼んでも返事をしません私は初めには誰かに殺されたのかと思いました なぜと言いますに、美さこは刃物を持っていませんし、それに自殺の原因が何もなく、今日の様子だっていつもと少しも変わっていなかったのです。誰かに殺されたものとすれば、犯人は美さこの寝室か私の寝室か、でなければ、 便所のなれななければなりません。なぜですみさこの寝室の扉も私の寝室の扉も開け放したままになっていましたし、便所の扉には閉じまりがございません。ですからこの3つは1つのシュートになっていて、どこへでも自由に行けるのです。けれども、 各部屋の窓は閉まっていましたし廊下と今との中間の扉も内側から鍵をかけてあったのですから犯人はこの一組の部屋以外へは逃げられないわけですですから早速女中と二人で二つの寝室のベッドの下を覗いたり羊羹羊の中を開けてみたり 便所をのぞいてみたりしましたが犯人らしいものはどこにもいません便所はご覧のとおり洗浄式ですからくみ取り口から逃げることはできないのですところが犯人がこの一組の部屋から逃げ出したかもしれないわずかなチャンスが一つあったのですそれは あなたもお気づきでしょうが、もし犯人が私の寝室のベッドの下に潜んでいたとすれば、私が女中と二人で美佐子の部屋へ入った隙に、廊下と今との中間の扉を分けて逃げることができたわけです。もっともそれは理屈だけで、実際においては、 ほんのわずかの間でしたし、辺りも静かでしたから、もしあの隙に逃げたら、大抵気配を感じられるわけなんですが、それでも念のためと思いましたから、今、食堂、台所、玄関、女中部屋、風呂場と、2人で順々に明かりをつけて探してみました。 しかし、どこにも戸締まりがしてあって、誰かが逃げ出した形跡はどこにもないのです。ところが、各部屋を調べ終わって、再び元のところへ帰ってくると、初めて他殺でなくて自殺であるということがわかりました。それは、今までは、 あまり慌てていてよく気づかなかったのでしょうがこちらの居間の方から見ますと廊下の床の上の私の寝室の敷居のすぐそばになんだか黒いものが落ちていてそれが寝室からの薄暗い伝統を受けてキラキラ光っているのです。 しゃがんでよく見ると小型の肉切り包丁で先の方にべっとり血がついていますつまり美佐子は自殺したあとで刃物を廊下に向かって投げつけたのでしょう自殺の原因はないのですがどうも犯人がどこからも出てこないとすれば 自殺と解釈するより他はありますまい指紋を消すことを恐れて私も女中も包丁には手を触れなかったです女中はこんな包丁は家では見たことがないと言っています時計を見るとまだ店が起きている頃でしたからすぐに女中を下の酒屋へやりまして 医者と交番に電話をかけさせたです警部はしばらく黙って考えていたが奥さんは左利きですかいいえ医者は自殺だったら前か右側に傷がつくはずだと言っていますそれが左側にあるのはベッドの位置から考えて 寝ているところをやられたに違いないというのです。あなたの船はいつ出版です。明日の午後三時。もう一度部屋を調べてみましょう。三。今と廊下との間の扉は、今はすぐ開くようになっているが。 が初めて駆けつけた時には鍵がかかっていたしかしそれは別に不思議ではないので美佐子はいつも寝る時にはこの扉に鍵をかけるのであるその鍵はいつも細いひもで内側のノブにくくりつけてあって鍵穴に差し込んだままになっているだから戸締まりをする場合には差し込んだままになっている鍵をちょっと回しさえすればいいのである 一同はその扉を開けて廊下に入った幅3尺、長さ1軒半の廊下にはえん色の絨毯を細長く敷いてあって敷居のそばには白墨で包丁の位置が記してある一同が今から廊下に入ると左はすぐ磯貝の寝室の扉向こうには3尺離れたところに美佐子の寝室の扉があり 右には一軒半の先、すなわち廊下の突き当たりのところに陶器の洗面台と水道線がある出しっぱなしになっていたというのはこの水道線で洗面台の白い縁をあふれた水が下の黄色いマットの上で水たまりを作っていたその顔洗い場の上には幅2尺5寸高さ5尺の窓があって 両開きのガラス戸を外側に直角に開けてアジャスターで止めてあり、その外には暗緑色のペンキを塗った金網を激剣用の面のごとく突き出して貼ってある。警部補がその金網の一つの目を測ってみたら、六寸と八寸であったが、測ってみるまでもなく、犯人が金網をくぐらないことはすぐわかるのである。 顔洗い場の左の壁面には鏡をかけ右の壁の小棚の上にはカミソリ道具や美佐子の化粧道具が雑然と並べてありその右側の引き戸をガラリと開けるとそこが水仙式便所になっている次に一同が入ったのは磯貝の寝室であるが広さは六畳敷ぐらいで窓は2つその1つは西向きの小窓 一つは南向ききの大きなフランス窓。そのフランス窓を開けるとテラスに出られるようになっているそのどちらの窓のシャッターもフランス風の鎧戸ではなくて寒い地方のバンガローなどによくある隙間のない厚い板戸で裏も表も暗緑色に塗り上下をバレルボルトで留め真ん中を真中のターンファスナーで留めてある。 シャッターの内側はガラス戸だがこれはフランス窓の方は内側に両方に開くようになり上下はバレルボルトで止め真ん中は鍵で止めてある西向きの小窓のシャッターはフランス窓と同じだがガラス戸の方は上げ下ろしになっているので三日月型の鉄のサッシュファスナーで止めてあるだからこの部屋の窓から犯人が逃げなかったことは すぐにわかるるのである一同は磯貝の寝室を調べ終わると美佐子の寝室に入った奈良製のベッドは入り口と反対の西の壁に沿って頭を北の壁にくっつけて置いてありその上に美佐子の死体が横たわっている警察医の報告によれば致命傷は 左あご下の動脈と喉を破った2つの刺し傷だがそのほか右手の4本の指の内側にも傷がついていてそのいずれもが廊下に捨ててあった肉切り包丁によりて加えられたものだとのことであるそしてそれらの傷の特徴は被害者が仰向けに寝ているものとして包丁の刃が上に向いていることであった 枕元の手すりにベルの紐を巻きつけてあるが10時18分に女中を呼んだのはこのベルであろうボタンにべっとり血がついていた床には一面に厚い敷物が敷いてあるので足跡を探すことはできない窓は南にフランス窓北に小窓が一つどちらも 磯貝の寝室の窓と同じ造り同じ金具で内部から二重に戸締まりがしてあったそして磯貝と女中が化粧ダンスの引き出しや洋ダンスを開けて丹念に調べてみたのだが盗まれたものは何もなかった一同は寝室を調べ終わるとフランス窓から外に出て懐中電灯をかざしながら家の周囲を見回ったが 細長い建物の南面はテラスと芝生北面は砂利とくぬぎ映えして足跡を発見することもできなかったし落ちているものも見当たらなかっただがつまるところ二つの寝室と便所と廊下とは一つの組になっていてあらゆる扉や窓を拳重に内側から閉めてあるので外からは絶対に入ることができないしまた うちから逃げ出したいいもないという結論になとうにるのだ。それにもかかわらず10月15日午後10時18分美佐子はベッドの上で何者かのために惨殺されたのである無論これを自殺と片付けてしまえばすこぶる簡単であるが自殺なら 右側か前に傷があるべきだのに喉を刺した2つの傷はいずれも左側についているのだだからやはり他殺でなければならぬでは犯人は誰か無論それは磯貝万次郎である彼が加害者であることはもはや疑問の余地がない みんなが心の中で思ったあとは自白を待つばかりだそれから指紋調査と死体解剖の報告を待つばかりだ磯貝は警視庁に連行された四まだ磯貝は自白しませんか 石のように黙っているそれに今日は少し塞ぎ込んでいるようだそれより君の調査の結果はどうだった今あの家の付近を回ってきましたが得るところはありませんでしたと警部補は疲れたように警部のデスクの前に座って磯貝の家のすぐ下に両方から木が黒々としがった急な坂道があるのは あなたも昨夜おいでになってご存知でしょうがあの坂道の途中に家が1軒ありましてそこに犬を飼って鎖で箱につないで庭の隅に出してあるんですところがその犬はいつもはめったに吠えないのにあの晩に限って2度ばかり鎖を鳴らしながら猛烈に吠えたそうです時刻は 正確には分かりませんが飼い主はやはり10時ごろだったろうと言っています初め吠えてから30分ほどたってまた2度目に吠えたそうですそれで飼い主は2度目の時には不思議に思って玄関から庭に出て家をぐるりと一回りしてみたそうですが誰も来ていなかったそうですいつもは、 生池垣の外を見知らぬ人が通っても決して吠えるようなことがないのにその晩に限って激しく吠えたのでちょっと変に思ったということですなるほど統計部はデスクにほうついて陰気な顔をしたそれから交番へ行って聞くともう一つ面白いことがありましたけさあそこの交番に新聞配達が。 妙なものを坂道の下の茂みの中で拾ったと言って持ち込んだんですそれは夫人が洋装の下に着るシミューズみたいな白い絹で作ったおかしなもので赤で汚れてシワだらけになっていたそうですが磯貝の家へ持って行って女中に見せますとこれはうちの奥さんのコンビネーションだと言って取ってしまったそうです結婚は 無論んそんなものはついていなかったでしょうすぐ女中に返してやったくらいですから昨夜ミサコが着ていた下着ではないだろうか死体はスリップを着ていました磯貝もミサコはスリップ1枚でベッドに入ったと言っていますそんなら犯人は一種のフェティシストで犯行の際に寝室から盗み出したのかもしれないぜ君も わざわざあそこまで行ってもっと詳細に調べなかったのは気が利かないんじゃないかどれと警部は卓上電話を取り上げて電源調布の坂下の交番に繋ないでくれ坂下の交番かねこちらは捜査課だが今朝美佐子の下着をあそこの女中に渡したそうだがそれは 昨日寝室に脱ぎ捨ててあったものかどうかまたなぜそんなものが人手に渡る結果になったのかもう一度磯貝の家へ行って詳しく女中に聞いてみてほしいもしもしと電話の向こうの声が答えたあの下着は美佐子のものには違いありませんが他人が盗んだものではありません女中が、 1一週間ほど前にクリーニングに出したものだそうですそれは確かかね女中は確かにそう言いましたそうかよしよしと警部は電話機を下に置いて警部補に向かってなんだ1週間前にクリーニング屋に渡したものだそうだ洗濯屋の小僧が落としたんだろう指紋はどうでした 刃物にも部屋のどこにも指紋はなかった。近頃はみんな利口になったから、計画的な殺人で指紋を残すようなやつはいなくなったよ。指紋がないのは当然ですよ。犯人は知らばくれても、磯貝に違いないんですから。私はどうもあの男はそんなことをする人間じゃないように思う。でも、 あの一組の部屋は締め切ってあったというじゃありませんか。磯貝以外に誰があそこに入りえるでしょうか。入るときには昼間忍び込んでベッドの下かどこかに隠れていたとしても、出るときにはどうして扉の外から閉じまりをしたでしょうか。なるほど、扉の下に隙間があったらそこから紐を外側に出しておいて閉じまりすることもできましょうが、あの家の窓や扉は。 どこもぴったり閉まっていて上にも下にも隙間がないのですですから外部から戸締まりすることは絶対にできませんよいや絶対にできないことはないどうしてです犯人があの廊下と今との中間の扉を開けて逃げたと仮定するそうするとまず逃げ出す前に 鍵の輪に火箸を突っ込みその火箸に長いひもをくくりつけてその一端を顔洗い場の窓から外に出しとくのだ逃げ出したあとで窓の外からひもを引っ張ると戸締まりができるもし外から一直線に引っ張って鍵がかからねば何か洗濯ざおのような長い棒を窓から突っ込んで その先でひもを支えれば真下から引っ張ると同じ結果になるじゃないかこの過程を当てはめてみるとあの扉のすぐ下に凶器が落ちていた理由がよくわかるあれは犯人が鍵の輪に火箸を突っ込んだり情の具合を試してみたりしている間につい慌てて置き忘れたんだろう この家庭はあまり念が入りすぎているかもしれないがしかしそうとでも判断しなければあんな場所に刃物が落ちている理由が説明できないじゃないかあの扉から逃げるはずはありませんよと警部補が微笑したあの扉のすぐそばには磯貝の寝室があってしかも寝室の扉が開け放してあるのです いくら磯貝が,がいびきをかいていたとしてもそのすぐ目の前でそれだけの細工をするというのはどんな大胆な犯人でもちょっとできかねることですそれにたとえあの扉から出たとしてもまだ第二の扉というものもありますし向こうには女中がいるかもしれないのですですからあなたのおっしゃるように犯人が外部のものだとすれば当然 危険率の最も少ない道を選ぶわけですから美佐子の寝室のフランス窓を開けて逃げますよ。なのにフランス窓は閉まっていました。ですからやはり犯人は磯いに違いないのです。犯人が磯がいだという証拠があるのかね証拠はありません。だから彼の自白を待つより他に仕方がないんです。しかし 閉じまりがしてあるとののかも当然物音を聞くべきなのにそれを聞かないとしらばくれているこの事実を証拠ということはできないでしょうか彼は何か非常に恨むことがあって寝込みを襲ったのでしょうベッドの位置から考えて寝込みを襲えば左側に傷がつくのは当然ですからね それから洗面所で手を洗い慌てていたので線を止めるのを忘れていたんでしょうそのうち瀕死の美佐子がベルを押して救いを求めた間もなく女中がどんどん外から扉をたたくそこで磯貝もしかたなく扉を開けて女中を中に入れたところがだね磯貝が,が犯人だとすれば どうして凶器があんなところに落ちていたんだろう女中が扉をたたいても彼はすぐには扉を開けなかっただからその間に凶器を死人の手に握らせるなりその近くに置くなりすることができたはずだ何も好き好んで自分の寝室の入り口に凶器を置くバカはないよそれにあの男と話をしてよく研究してみると く穏やかで常識的でいろんな感情の要素の調和が取れている私の長い間の経験によると殺人犯人というものはあんなに感情の調和が取れてはいないよそれに君が磯貝を犯人だと断定するのはただあの部屋が戸締まりしてある密室だという理由からだけだろうそうです ところがその反対に磯貝が,が犯人だったらあそこが密室になっているはずはないのだなぜですか磯貝が,が犯人だったら美佐子の部屋のフランス窓が開いているに違いないのだなぜというにもし彼が加害者だったら犯人が外部から侵入したように見せかけるに決まっている。 だからわざとフランス窓を開け放しておいてそこから犯人が逃げたように場面を作っておくはずであるそれもそうですなあだから犯人はやはり外部から来たのだと思うしかし犯人が外部からのものだとすればなぜあれだけ残忍な殺人を犯したのが隣室に寝ている磯貝に分からなかったのでしょう 2つの寝室の入り口の扉は開け放してあって、まるで1つの部屋のごとくなっていたのです。ですから、それが磯貝にわからなかったというのはおかしいですよ。それにまた、あなたは犯人は急がいなら、美佐子の部屋のフランス窓が開いているはずだと言われましたが。よく考えてみると、犯人が外部からのものだとしても、同様にフランス窓が開いていなければなりません。 なぜと言いますに、美サコが殺されたのは10時18分ですけれど、それから5分間の後に女中と磯貝が,が現場に踏み込んでいます。ですから犯人は、犯行後、洗面所で手を洗うと、慌ててフランス窓から逃げ出して、外から閉じまりする余裕はなかったはず。また、その必要もないじゃありませんか。ですから、フランス窓は必ず開け放したままになっているはずです。 なるほどそんならけっきょくどんなことになったんかねえはんにんはないぶのものでもなければがいぶのものでもないじさつか5きょうは。 なんという素晴らしいうう。らしだろぼうたる海の濃さよ空の青さよそれにもかかわらず私の心は物言い食べるものはもう何もなくなった太陽を仰ぐと目がくらんで頭がキリキリ痛むどこかで大きな黒い翼の羽ばたきが聞こえる死のお迎えが来たのだ このの物語のエピローグも、なるべく簡単に切り上げようしかし切り上げるといったところで表面的の事実はもうこれまでに述べてしまったのだミサ子の死について世間に知られている事実は以上でおしまいなのだ警視庁はミサ子が今までに関係した男を23召喚して一応申し訳的に取り調べたのだが 何の得るところもなかったらしい。そして磯貝は1年の未月の後証拠不十分という理由で放免された警視庁では美佐子の死因を今でも不明と言っているが世間の人は自殺だと言っている白ペンキ塗りの彼女の家は3年経った今でもくすんだ貸家札を貼られたまま残り庭には 草がぼうぼうと生い茂っていてる。そしてこの事件はいつの間にか忘れられたさてこれからいよいよシャーロック・ホームズを出すわけだが実はほかならぬ私がシャーロック・ホームズなのである私は元来このような不可解な事件には並々ならぬ魅惑をいつも感じるものだが分けてもこの美佐子の死にまつわる秘密には 特別の興味をそそられて当時のありとあらゆる新聞記事を切り抜いたり幾度も現場の辺りを徘徊したりしたその結果私の好奇心と苦心とは十二分に報いられてついにこの秘密の核心をつかむことができたのだまず私の目についたのは美佐子の家のすぐ下に3つの鉄橋があることでこのうち 東横電鉄の鉄橋と丸小橋との音響は大したことはないが貨物列車の鉄橋はどうしても考慮のうちに入れる必要がある私の調べたところによると女中たちや警視庁の連中が気づかなかったのは無理もないが毎夜10時17分になると数十の重い車両をつないだ長蛇のごとき貨物列車がゆるゆると辺りを振動させながら あの家のすぐ下を通り始めて「ご々たる音響を立てて長い鉄橋を通ってしまうまでには1分間20秒かかるのだ」そして「女中がベルを聞いたのが10時18分で貨物列車が通り始めるのが10時17分であるとすればこの犯罪は 貨物列車が通る1分間20秒の短時間を利用して計画的に素早く行ったものに違いないのだ隣室にいた磯貝があれだけの犯罪を知らずにいたのも一つは彼が熟睡していたせいもあろうが一つにはこの音響に邪魔されて何も聞こえなかったのであるそれからまた警部は 磯貝が,が犯人でないという理由として1殺人を犯す種類の男でない2凶器の落ちていた位置3フランス窓が閉まっているこの3つを反証として挙げているが今度犯罪が汽車の通る時刻を利用して行われているということが分かったらこれも 反証ののつととして挙げるることができるのだなぜというに記者の時刻を利用したとすれば多少計画的な犯罪ということになるが計画的な犯罪とすれば磯貝としてはもっと巧妙な殺人方法を選ぶだけの知恵もあれば機会もあったのであるここで私は一つの結論を作るために今までに分かっている材料を組み立ててみよう。 無論材料はこの他にもあるがそれはあとの部分を組み合わせるときに説明する1刺し傷の刃が上に向いている2犯罪は1分間20秒の間に電光石火的に行われた310時18分にベルが鳴ったときには犯人は逃げていたこの過程が不確実であるとしても 5分間のち、女中と磯貝が,が踏み込んだ時には逃げていたことは確実である4美佐子の寝室の出入り口の扉は開け放しであった5洗面所の金網の目は6寸と8寸であるこれだけ並べて考えてみるとある特殊な知恵を持った人にはすぐに 犯罪の真相がうなずかれるのである六寸と八寸の隙間をやすやすとくぐり得るものは何かそれは赤ん坊犬猫中でも犬が最も大きい可能性を持っているだが犬なら刺し傷ではなくて交渉がつくべきではないかところが ザルツナ対位の草案になる方法で犬を使うなら刺し傷がつくのであるそして1の歯が上に向いているという材料ともぴったり符合するのだおそらく以上の5つの材料を完全に満足させるのはよく訓練された品性の優れた犬であろう坂道の途中にある家の主人は当夜10時頃 30分間おきに2回いつもは夜分見知らぬ人が通っても吠えない飼い犬がその時に限って猛烈に吠えたと述べているこれは犯人が犬を連れて往復その家の生垣の外を通ったことを証明している無論犬の個性にもよることだけれどあんな寂しい場所につないで飼われている犬はしんば人間を見て吠えない場合でも よその犬を見ると大抵吠えるものだまだある赤で汚れたミサコの下着が路傍に捨ててあったというがあれは犯人が犬の嗅覚を利用した証拠なのだ一体ザルツナーの方法を実際に応用して殺人を犯した人間は10年ほど前デュッセルドルフの肉屋が1人あるだけだけれどその時には 窓も扉も開いていたが犯人は現場に犬の毛を落とさない用心からぴったり身につく黒い切れを犬に着せたといわれているだからザルツナーの方法を応用したのは今度で2度目ということになるではザルツナーの方法を2度目に利用して美佐子を殺した人間は誰であろうもし警視庁の連中が のこれまでに関係したことのあるたくさんの男を一人残らず洗い立ててそのうちに犬を飼っている男があるかどうか丹念に調べたなら小川一馬という男をあげえたであろうに彼らはおもだった二三の男を召喚しただけで犬のことまで手を回して探らなかった小川一馬は売れない絵を描く画家の一人だった 自分の部屋の中にあるものは灰皿一つでも色や形の醜いのをじっと見ているとほとんど肉体的の苦痛を感じるというほどそれほど色や形の美というものに対して生々しい感覚を持った男なのだけれど造物種は何といういたずらものであろう彼自身は世間にまれなサティロスのような醜い要望の持ち主で 厚い唇の間からいつも黄色い2本の出っ歯をのぞかせているのだ。裏ぶれた彼のアトリエにある日まるで秋風に吹かれる木の葉のように着替え1枚持たぬ美佐子が転がり込んできたのだがまだ女というものを十分に知らぬ彼が乾いた人の前に置かれた一杯の清水のように彼女に憧れたのも無理はないのだ。 なよやかな風刺や要望のどこやらにロゼッチの面影のあるこの女を彼は女王様のように尊んだそして人生は結局そんなにつまらんものでもなかった神は褒むべきかなとこう喜んでいたのに女はわずか1か月で鳥のようにアトリエを飛び去ったのだ 女の口から出た甘い言葉の数々は皆嘘であったそれから人なく夜となく彼女の影を探して熱病患者のごとく町から町とあてどもなくさまよい歩く数ヶ月間が続いたふとある人から聞いて白ペンキを塗った家の扉をたたくと久しぶりに出てきた彼女はいつにない不機嫌な顔をして 二度と来てくれるなとにべもなく追い返した二度目に彼が訪ねたら女は窓から顔をのぞけて「犬!」と罵ってピシャンと窓を閉めたのである根強い必ような怨恨と憎悪が胸の中でたぎり立ったそしてついに 絶望的な復讐を敢行するまでになったのであるこれから当や小川一馬の行動を追ってみよう彼は自転車に乗り犬を連れて夜道を飛んでくる坂道の下まで来ると自転車を木立ちの陰に隠し後への命令で犬をぴったり短く引き寄せて見上げるような大木が両側にうっそうと茂る暗い坂道を登る。 バラのアーチをくぐり家の背後に回るとそばのくぬぎ林の中に犬を伏せさせ彼のみ金網のある窓から廊下をのぞき込むむろん廊下も寝室も真っ暗であるが幾度も様子をうかがっているので家の地理は手に取るごとく知っている前夜と同じく今夜も2つの寝室の扉は開け放したままになっていて闇の中から 時々かすかな磯貝いのいびきが聞こえる明かりの漏れる風呂場の方からまだ物音がする女中は起きているらしい彼はくぬぎばや林に帰って川で作ったマスクを犬の顔にはめるそのマスクにはカミソリのごとく研ぎ澄ました先のとがったナイフが刃を上に向け 目と目との間からまっすぐに鼻先二三寸のところまで突き出している彼は禁じられているルドウィッヒ・ザルツナーの草案になる襲撃を敢行しようとしているのだ幾度も練習してあるのでマスクをつけるとそれだけで犬が興奮し竹に立って飛び上がろうとするが彼は手まねでそれを制しまた伏せをさせ 湿ったタオルで足先を拭きそのあと乾いたタオルでまた拭いてやる何度も時計を出して星明かりに白いダイヤルを透かしてみるまだ10時17分にならぬ鋭利な野獣は両目を輪行のごとく闇にきらめかし命令を催促するように彼の目ばかり仰いでいる彼は 小さいさビスケットの空き缶のふたをこじあけその中から女の大衆のこもった下着を取り出す1週間前に洗濯屋になりすまして手に入れたものである胸の動機が激しくなるやがて遠雷のような貨物列車の響きがだんだん近くなる静かに立ち上がって窓際により犬を招き寄せる 彼はいつもの練習通り窓に飛び上がろうとするまた彼がタオルで犬の足を拭くそれから下着を犬の鼻先に持っていき女の体臭を嗅がせながら「襲え」と低い力のこもった声で命令する犬はやすやすと網目をくぐり廊下の絨毯の上に飛び降り前と右に暗い部屋が口を開けているので まず前方の磯貝の部屋に入るがすぐまた引き返し女の大衆を求めて右側の部屋に入る闇の中でも犬は目が見えるベッドに仰向けに寝ている女のそばまで来るとマスクの下で牙をむきふぅ <laughs> とうなりながら全身の重みで。 女の喉をめがけててぶつかっていく。女が瀕死のうめき声を漏らしながら起き上がろうとするとまたプスリと突き刺す女がベッドの上に倒れる格闘はそれだけで済んだ野獣は相手が身動きしなくなると勝ち誇ってトロッとしながら廊下へ出る後で 瀕死の女がブルブル痙攣する片手を伸ばし血だらけの手でベルを押すそれなり片手を落とし相手が何者かということも知らぬまま死んでしまう外に待つ小川一馬はタオルで指先を巻いた手を窓から突っ込み水道栓をひねって水を出す犬の足の裏に血がつくかどうかそれは時の運だ 一瞬間の襲撃だから多分血はつくまいと思った寝室にも廊下にも敷物が敷いてあるからたとえ血がついても明瞭にはわかるまいしかし白い陶器の洗面台に血がつくのだけは外から防ぐことができるそう考えたので縁からあふれるほど洗面台に水をたたえた使命を果たした犬は その水を踏んで、葬外に飛び降りる。彼は素早くマスクを取り、湿ったタオルで全身を拭く。星明かりにタオルを透かしてみると、血は頭部に少しついているだけだった。それが済むと、念のため窓口と金網を乾いたタオルで拭く。いつの間にか列車の音が消えて、辺りは。 深い沈黙に閉ざされている用意して持ってきた肉切り包丁の刃にマスクの血を塗りつけ指紋がつかぬよう用心しながら廊下に投げ込む包丁は鈍い音を立てて絨毯の上に落ちる忘れ物はないかと幾度も辺りを探し回ると食堂のカーテンにパッと明かりが映ってかすかなスリッパの足音がする。 足音は廊下と今との中間の扉のところで止まってそこの扉をコツコツたたく音が聞こえる氷のようなものが背筋を走る美佐子は完全に死んだだろうか生き返るだろうか犬ということがわかるだろうかママよ運は天に任せろ 結果は明日になったらわかることだ。扉を叩いても中から返事がないのは死んだ証拠ではないか左側に犬をつけて忍び足で窓を遠のく「奥様」と呼ぶ女中の声が追っかけるようにいつまでも後ろから聞こえるバラのアーチを抜け両側に黒々と大木の茂った坂道を半分ほど下りると 片方の闇の中から噛みつくような凶暴な犬の声がする。彼は声のする方を睨みながら「犬!」と真似するように低くののってみたがその瞬間急に目頭が熱くなり拭いても拭いても新しい涙が湧いて出る。坂道を降りると もみくちゃの下着を茂みに投げ込み空き缶を小川に捨てるそれから犬を連れ自転車にまたがってアトリエへ帰る聞くところによると彼はその後今までの生活に興味を失い売れない絵を描くのを断念ししばらく漁船に乗ってマグロを追い回していたがそのうち 船が漂流し、洋上で一切の罪を告白したのち、出ししたということである。神よ、彼の罪を許せ。読者よ、以上の物語は、汚れたノートに、こまごま鉛筆で認めてあるのだが、ある清朗な朝、エンプレス・オブ・ブリテン号の戦備看板に、 ただ一人でよろめき現れたところのいずれは死に損ねてこの外国船に救助されたらしいカマキリのごとくものすごく痩せたデッパの日本人がそのノートを次から次とズタズタに小さく破ってしまったのであるかくて美佐子の死にまつわる秘密は誰にも知られることなく数千の紙切れとなって 永久にこの世から葬り去られたのだ完全犯罪とはこんなのをこそ言うのであろう。下に人生の秘密は大きい。それは太陽の底のごとく計り知れぬ深さを持つものなのであろう。朝風にもてあそばれる数千の紙切れはさながら春の花吹雪のごとく。 ひひらひらちらちらと飛び散り舞い上がってついに渦巻く波糖にのまれたのである」。